今今日ねデニス一応いないけど、一応4人体制とも最初ファーストメンバーと思ってたんだけど、ちょっとメンバー増やそうかなと、メンバー増やそうかなと。で、俺の中で上がってるのがレオとあれアレンを、あの2人をちょっと俺は入れようかなと。プロジェクトのメンバーとしてレオとアレンに白羽の矢が。その提案を聞いた3人は、そういうのはどう思う？全然反省です。快く承諾。そこで本人たちの意思を確認すべくケイトがレオの元へ。レオはどう受け止めるのか。重大発表があります。まあ私たち、ここまあ欠席のデニスも含めリベンジの中から選抜された4人ですが、やっぱ必要な力っていうのが他にもあるじゃん。でその力を埋める選ばれし者が志村亮君というね、はい、だからこのチームに加わってください。お願いします。お願いします。果たしてレオの答えは。よろしくお願いします。レオドクロダンスベリープロジェクトに参戦。続いてまだ何も知らないアレンにも必要な力はやっぱアレンも持ってるなと思い、このメンバーの中にどうか入っていただけないでしょうか。なんでそんな改まってんの。そしてアレンが出した答えは、もちろん入りたいです。早っ。すごい。俺がまとめるから、このメンバー新チームでもうやるだけやるから、はい、落ちてよ。ということで、ドクロダンスビリープロジェクトにレオとアレンが加入決定。次週。